皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もプレイステーション5版オンザロードトラックシミュレーターをやっていきたいと思います。まあ、前回ね、荷下ろしして1週間弱経ったんですけども、今日もね、やっていきたいと思いますよ。あ、またね、うまいことこの荷下ろし先でね、ピックアップしたいわけですよ。この B って書いてあるやつだね、これだ。あ、違うね。南に行きたいんですよね。なんか知んないけどね、みんな北行くんですよ。なぜだ。あー、いいね、いい距離感だ。オッケー。煮詰みしてっちゃいます。まず事務所でね、積みますって言うんですよ。積みますって言ってからドアは開いてる。そして煮詰みをします。よいしょ。パーキングを引いて、ゆっくりとゆっくりと。オッケー、来たー。来ましたらドアを閉める。ドアを閉める。あら俺挟まってねえかこれ。よし、オッケー。では乗り込みます。途中のね、よし。途中の、どっかまた休憩所でね、高速道路の、休んでいきたいと思います。ここ、オン。右折。OK。じゃあ行きまーす。あら、合流。ではではと、右側。おっと、雨降ってきた。ちょっと久しぶりだからね、操作性が。よし、ワイパー、おう、オン。オッケー、ゴー。オいつも思うけどね、これ雨降ってから水たまりがね、下にできるスピードがめちゃめちゃ速いんですよこれね。電話電話と、信号が青。あ、いける、いっちゃえ。大丈夫だった。ガソリンはまだ大丈夫だね。いやー、久しぶり。ほんとオンザロードトラックシミュレーターね、先週はちょっと私用事があってね、まあトラックドライバーで言ってたと思うんですけども、アモングアス超大型コラボね、あの日だったんでね、ちょっと緊張してあんまりね、収録できなかったんですよ。なのでね、こちらの方はね、ちょっとやってなかったんですよね。赤止まりまーす。すごい、これ同じ車3台並んでんじゃないのこれ。色ちょっと違うけど、すごいね。いや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 、オッケー、行きまーす。いやー、247キロってめちゃめちゃ遠いよね。スーパーロングですよ。初めてじゃない、こんなね、
長距離運転するのはね。ああ、ただね、結構気楽なんですよね。右。ああ、ここ抜くのはちょっと怖いね。街中、フランクフルトの街中ですよ、皆さん、これ。まあ、実際フランクフルトにこういうね、あの坂とか街並みがあるかはわからないんですけども、よいしょ。いやー、スイッチ版のねトラックドライバーももう少しで全クリ、今週来週で多分全クリじゃないかな。なので、そうしましたらね、スノーランナーとバスシミュレーター、あとこちらのねオンザロードトラックシミュレーターで、ちょっとトラックシミュレーターをちょっとやっていくんですけども、7月、皆さんね待ちに待ったドスパラさんの決算セール、こちらの方ね始まるということで、私満を持してあれですよ、ガレリアね、ついに、まあ48回払いではないかもしれんけども、まあ多分ね買っていきますので、そちらの方ねちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。まあ買った暁にはね、やはり一番最初このね私の動画の、まあ視聴者様ね、皆さん楽しみにしていただいてるこのトラックシミュレーターの、ユーロトラックシミュレーター、アメリカントラックシミュレーターを最初に買ってね、もう一番最初にマップもフルコンプリートしてね、やっていきたいと思います。いやー、やっぱ日本マップね入れてやっていきたいんですよ、私ね。ー日本ドライブするっていいよね。いやー、このコロナ禍ね、やっぱり私なんていうのはあんまり外出ないんですよね。やっぱお仕事柄、接客業なので、やっぱね、お客様に、不安なね、気持ち与えてはいけないっていうのと、まあ、自分がね、感染源なきゃいけないということで、スーパーもね、月1でやっておりまして、冷凍庫もね、ちゃんと買って、まあ、1ヶ月半分ぐらいね、結構、一気に買ってくるっていうのは私、今やってるんですけども、よし、行く。いやー、ちょっと今緊張したわ。このハンドリング。いや、暗いよね。ごめん、ちょっとこれ、ライトつけさせてもらっていい？ごめんね。ライトアップ！来た。来たー。オッケー。いきまーす。いやー、難しい。あ、でも結構綺麗にハンドルが切れております。合流！ナイス合流！あぶねー！あぶねー！ちょっと待て。あー、間違った。間違った。こっちだ。よし、クルコン。クルコン入りました。右のライトスティックを押し込みするとね、視点切り替えなんですよ。で、左スティックの押し込みでクルコンね。俺、ちょっと間違っちゃった、今。危なかったまあ、残り100に30キロですかね。休憩ポイントをちょっと入れていきたいと思うんですけども、ちょっとおっと待ってくれ、危ない。マップ見てみようかな。あ、シュッツガルドどこ？ああ、こっちか。
なんでそっちなんだ。ちょっと待ってくれ。ぐるっと来まして、ここら辺に休憩ポイントないの？あら、ないね。あら、ある。まあ、ここか。ここまで行きましょう。せっかくなんで。ずーっと高速道路っぽいのでね。あ、切れちゃった。まあ、ゆっくり行きましょう。ああ、星空が綺麗。雨止んだんじゃない？よし。ごめんなさい。ごめんなさい。運転しながらのワイパー操作は結構難しいね。おっと、ループがある。よし、ちょっと速度落とします。おお、これはちょっと難しいぞ。ぐるっと、これっちのハンドリングじゃ難しい。いやー、これね、私、前なんかで言ったと思うんですけど、ロジックツールの29。前ね、持ってたんですよね。で、それ引っ張り出してきまして、ニードフォアスピードね、ラバラジオで言ったと思うんですけども、ニードフォアスピードを今度ね、やっていくということと、で、合流します。こちらのね、オンザロードトラックシミュレーターでもできるかどうかちょっと検証してね、ちょっとやっていきたいと思いますので、そちらの方も皆さんね、ちょっとご期待ください。合流、綺麗な合流。右側を走りなさいと。まあ、1週間、2週間ぶりなんですけども、やっぱちょっとね、感覚がずれてるところはある。あぶな。よし、やっぱね、トラックドライバーとちょっとね、操作方法が、やっぱ違うので、この感度なんでしょうけどね。オートリリース、まあ実際のね、車も、進んでないとね、ハンドル戻らないので、そういうところで、ちょっと、リアル感をね、出してるんだと思うんですけども、やっぱね、ゲームのコントローラーだと、普通に、戻るんですよね、ステアリングがね。それがないので、まあ今みたいにね、クルコン効かしてると、まあずっとね、動いてるっていう状態なので戻るんですけども、それがね、ちょっと、まあ難しい、シビアですよね。なので、これちょっとハンコンでできたらね、楽しいと思うんですよ、皆さん。ちょっとニードフォアスピードもね、ちょっとやってくんですけども、こちらのバスシミュレーターの方もハンコンで、ちょっと環境ね、今整えてまして、物はあるんですけども、このハンコンを取り付けるスペース、ちょっと私がね、今やっている、ゲーム実況を知っている、その場所のスペースがね、ちょっとないということで。ゲーミング PC もね、皆さん、まあ、明日、私、お休みなんですけども、コーナンじゃねえや、ビバホームか、ホームセンター、行って、買ってくるんですよ、台を。また、その台っていうのもね、
代用既製品ではなくて、イタンパと、ちゃんと足になる木を買ってきてね、今既存である、Mac の置いてある PC の台の上に、またさらに一個台を作って、その上に、ガレリアを置くというね、結構こう、なんかものすごいね、こう壮大な計画のもと、明日ちょっとね、イタンパ見に行くんですよ。いや、既製品のラック、置ければよかったんですけど、置けないんですよね。もう、スペースが25センチギリギリ。そして、ガレリアの幅が22センチということでね、3センチしか余力ないんですけども、まあ、片方は壁側なんですけども、もう片方はね、スペース空いてますので、通気とかもね、多分、大丈夫だと思うんですよね。ちょっとそこら辺もね、頑張って、環境を整えて、来月ね、清い心で、ちょっとガレリアをね、ポチって、またね、環境をね、改善していきたいと思いますよ。まあ、多分すんなりはいかないと思うんですよね。多分、ガレリア来たら来たで、幅が足りねえだなんだって、なると思うんですよ。まあ、それはね、ちょっとまた、それで楽しみながらね、やっていきたいと思いますから、うまいことね。いやー、ほんと楽しみ。まあ、このオンザロードトラックシミュレーターもね、楽しいんですけども、まあ、新しいトラック買うとか、そういうのはあんまないのでね、まあ、マンガ多分買えると思うんですけども。結構ね、運転をして、単純に楽しむと。いうところでね、私、まあ、トレーラーとかね、運転してないですけども、ドイツのね、自然豊かな高速道路を走りまして、皆さんとね、こう、まあ、会話じゃないけども、私の独白になってますけども、こちらの方ね、あと、約1ヶ月、楽しんでいただいて、ユーロトラックシミュレーターのね、ステージに満を持していきたいと思います。はーい。なんと言ってたら、もう残り130キロ。うまい具合に、休憩所が出てくるんじゃないかな。いやー、いい感じ。右ですよ。右に曲がって、もうちょっと行ったら多分ガソスタが出てくるはず。ああ、これはちょっと真剣集中しないと。まずいね。ちょっと頑張って車線をキープできるようなカーブの仕方をしていきます。いやー、これ日本にもね、こういうのあるよね。地方に行くとね。常磐道とか、東北自動車道とかでね、こう、バイパスする道とかこんな感じよね。片側一車線みたいなね。よし、来ましたよ。合流しまーす。ありがとうございます。いやー、うまい具合に。いましたよ。まあでもあれか。こっち側でいいのね。オッケー。おっとまずい。いやー、やっぱクルコンめちゃめちゃ楽ね、これ。ちょっとユーロトラックでも絶対クルコン使ってこう。あ、飛行機がいる。左上。見える？あれ。あー、見えなくなっちゃった。運転してて飛行機見えんの初めてじゃない？前々回かなんかの動画でね、あ、飛行機いるなんつって、飛行機の点滅するランプね、ついてたんですよ。いやー、星が綺麗だ。
時刻は深夜12時39分。ほら、いた、左上、ほら。ちょっとハンド来ちゃったけど、ピカピカしてますよね、あれね。あれ、飛行機ですよ、皆さん。いや、いいね。明るくなってきましたね。早い。もう、あれ？朝日？ヨーロッパの天気ってすごいよね。まあ、白夜とかあるからかもしれんけども、すごいよね。あっと、休憩エリア近づいてきました。残り90キロ。まあでも時間がね、ちょうどいい感じで、30分。立ってきましたので、一度休憩入れていきたいと思います。ああ、見えてきましたよ。いやー、かっこいいねー。よーし。夜のガソリンスタンド。いや、いいなー。夜ドライブしててね、こういうところ来んの、なんかワクワクしますよね。よいしょ。止まりまーす。よし。では。おう、綺麗な駐車。やっぱり万のトラックが多いね。まあいいんですけども。いやー、かっこいい、スカニア。私のスカニア、かっこいいね。よし。ということで皆さん、今日もね、無事に、中間地点までね、来ましたので、残り半分。後半ね、やっていきたいと思います。おっと、飛行機がいる。これさっきの飛行機かな。あー、すごい。これ、こういうリアルなのすごいよね。この星空とかも、ものすごい綺麗。いやー、すごい。ということでね、じゃあこう、飛行機をバックに今日はお別れしましょう。では皆さんまた、次の運送でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。